ウィリアム・クッシングは、アメリカ合衆国初期に合衆国最高裁判所が、開設されてから、クッシングの死の時まで、売席判事を務めた。この間21年間務めたことになり、最初に指名された判事の中では最長だった。ジョージ・ワシントンの指名により、第3代の最高裁判所長官になるはずだった。クッシングは、マサチューセッツのシチュエートで、 1638年にヒンガム近辺に入職した家庭の子として生まれた。1751年にハーバードカレッジを卒業し、1755年にはボストンの法廷弁護士として認められた。クッシング家はヒンガムでも最も初期に入職した者に属していた。その家は代々弁護士になってきたが、クッシング自身はその経歴を始めるときに困難な。 時期があったと考えられる。この頃、父のジョン・クッシングは、約24年間マサチューセッツ、植民地最高裁判所裁判官を務めていた。父が1771年に辞任した時、クッシングがその職を継いだ。しかし、アメリカ独立戦争が始まり、反乱者につくか、イギリスにつくかという選択を迫られ、裁判所の他のメンバーとは異なり、反乱者側につく道を選んだ。 1783年、クッシングは、マサチューセッツの奴隷制を事実上廃止させた、刑事事件を取り仕切り、1780年のマサチューセッツ憲法で、すべての人は、生まれながらに自由で平等であるという声明を引用した。シェーズの反乱の時、武装した反乱者の攻撃的な抗議があったにも、かかわらず、裁判所の審理は続けられるようにした。後に、 この反乱者に対する裁判を取り仕切った。1年後の1788年、マサチューセッツ州の憲法批准会議で副議長となり、アメリカ合衆国憲法批准を僅差でこぎつけた。ジョージ・ワシントンがアメリカ合衆国大統領になった時、クッシングはワシントンが選んだ最高裁判所判事の中に入っていた。1789年9月24日に指名され、 2日後にアメリカ合衆国上院で確認された。クッシングはワシントンが指名した最高裁判所判事として最長期間務めたものの裁判記録にはわずか19件の判例しか残されていない。これはクッシングがたびたび旅行したり健康を害したりしたこと、さらには当時の裁判記録が不完全だったことが主な原因だった。 クッシングは外して連邦党の見解に合致する国家主義的見解を持っており、しばしばトーマス・ジェファーソンの民主共和党とは見解をことにした。その担当した裁判の中で2つの重要な判決は、シザム対ジョージア州事件とウェア対ハイルトン事件と考えられ、それらは州にまたがる訴訟や条約の優位を裁定した。クッシングはワシントンの2回目の大統領就任の時に、 その就任先生を司った。ジョン・ジェイが1795年に最高裁判所を辞任したとき、ワシントンは最高裁判所長官を新たに指名する必要性に直面した。最初に選んだのは、ジョン・ラトリッチだったが、アメリカ合衆国上院がこれを拒否した。しかし、ラトリッチは議会休会中の任命として、しばらく長官職を務めた。ワシントンは、 その後1796年1月26日にクッシングを長官に指名し、上院は全会一致でその指名を確認した。信憑性を確認できていない話では、上院が確認投票を行った日の夜の外交版3パーティでワシントンがクッシングの驚いたことにその右隣に座らせて最高裁判所長官にクッシングを指名したことを伝えた。翌日、 ワシントンはクッシングの任命書に署名して発送した。クッシングは1月27日に任命書を受け取ったが2月2日にそれをワシントンに返却した。2月3日と4日の最高裁判所の大まかな議事録ではクッシングを長官として記す誤りを犯していたがこれは後に削除された。この誤りは1789年の司法権法の本文で説明できる。 この方では最高裁判所がわずか4人の判事を低速数として審理ができるとしていた。すなわち、長官は常にその職務を遂行するために法廷にいる、必要はなかった。クッシングはその日付で最も年長の裁判官だったので、職務を裁量するものと期待されていた。ワシントンは続いて、オリバー・エルスワースを長官に指名して、3月3日に、 辞任したウィリアム・クッシングの代わりにエルスワースを据えるというメッセージを上院に送った。その最高裁判所の歴史ではクッシングを長官として数えていないが、その代わりにクッシングが指名を辞退したという記録がある。この説明は論理的であり、クッシングが長官職を受けた後に辞任したのであれば、裁判所そのものから去る必要があった。長官職を受けることは、 暗黙のうちに売席判事としての職を辞めることが必要だった。クッシングが売席判事としてその後も長く最高裁判所に止まったことは、クッシングが辞退したという主張に重きを置かせるものである。さらに、クッシングの2月2日付文書は、明白に長官の任命書を返還することを謳っており、売責判事として止まる希望を述べていた。クッシングは1810年に、 シチュエートで死んだ。意外は家族の小さな墓地に埋葬された。ありがとうございます。